ファミコン全ソフト実況。どうもタビアンです。さあ、ファミリーマージャンラスボス登場です。マージャン歴35年、師匠45歳。いや、衝撃なのがね、当時プレイしてた時はおっさんだなぁと思いましたけど、もう私48歳ですからね師匠を超えてしまいました。薬満一筋35年、星6つです。性格調査中。あっそう、性格わかんないのね。じゃあ私が直接聞きましょう。行きましょう。薬満か。いや、こっちも薬満やってるからね、一回ね、特殊無双やってますから。さあ、第12戦ですね。行きましょう。6人だからこれで勝たないと勝率5割はないんだよね。あ、ちょっと待って、プップップって言ってるな。え、あ、時間制限あるのね。マジか。プップップって言ってるよね。ちょっと試しにほっとこうか。あ、5秒ルール5秒ルール来たね。マジか。え、うわ、考えられないこれ。マジ。イーマンをジャン島にして。マジか。何そののぶとい声、リーチって言ってるよ。ツモ早すぎない？あ、薬満じゃないのね、そしてねまあ薬満が得意っていうことかな。薬満一筋って嘘つけ。牛丼一筋30年みたいに言いやがって。薬満一筋35年か。うわ、腹立つなんか顔の動きが、口の動きが増えてる師匠。落ち着こう。師匠が親だね、今ね。で、ドラが何？支配整理から行こうか。あと、早打ちしないといけないよね。これが結構きついかも。スーピンあんこか。あぶね。あ、6ね。もう3ピン切ろうか。ま、時間考えてる暇ないもんね。おお、これでピンズで2メンツ。ソーズで1メンツ。もうリーチ？早くない？カンしようかな。もうカンしちゃえカンしちゃったよ。相手がリーチしてんのにカンしちゃったよ。あ、来た！こっちもリーチだ！サブローソー！一発！しかも裏来い！裏ドラ2つだよね。あれ？ 1 個しかないの？裏ドラ。あ、でもなんか裏ドラ乗ってますどうだ、勘大成功だ。さあ、満願で3万点。師匠に一発で勝ちたい。あ、目つぶるんだね目つぶらしてやるぜ。まずは師匠の親を蹴ったのか。デキメンツはソーズで1メンツ、ドラ3品。お、789いいんじゃない？ペイをジャン島でいいか。もう、素早く決めないとダメだね、これね。ヤンマン残しとこうかな。もう、想像はもうこれで決定でいいや。ああ、早めのリーチだねー。リーチが早いよね。で、ピンズで2メンツ欲しいな。なんか想像怖い。おお、いいね。これでリーチだ。リーチでローマン一発。今日はついてる。リーチ一発2連続。
これには師匠もビビってるだろ、これ。いや、焦らされてるからね。いや、5秒ルール結構きついな。36,000。でも修行になりますね。目つぶらせましたよ。さあ、そして私の最初の親。トンバはぶっちぎりたい。ソーズで一メンツ、ピンズで一メンツ、そして、マンズもいい形。もう切っちゃおう。もう、揃ってるとこはもう見ない。チュン出たらポンかな。チュン出たらポンで、チーソー来たら最高だけどね。あ、チュン出たらポン。はい。あと、イーシャンテン。3,4,5,6,7,8。ジャントがないんだね。2,3,4,5,6で、イスチーソー待ち。あ、リーチしたの？ちょっと待って。リーチしたのか。もう全部行くな。2,3、チーだね。はい、ローマン待ち。単品、単発。ローマン、師匠捨ててるからね。あ、イスソー待ちに変えるか。イスソー待ち来い。イスソー。あー、まあ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 、互角の戦いに持ってったぜ。天敗でもう一回だ。あ、全然、薬満、全部薬満とかだったらもう地獄だけど、普通に打ってくるから、まだ勝機はあるでしょ。さあ、白ポンしたいね、これ。デキメンツなし。ドラは、パーピン。おー、パーピン来たか。もうリーチ？ひどすぎる。リーチでローン。ひどい。そんなに揃ってたの？まあ、リーチマージャンだね。裏ドラ乗らないの子がまだ、師匠まだまだだな。まだまだ3万点ある。オッケー。親流された。その笑い方が腹立つ。師匠。45歳の師匠。まあ、私ね、YouTube で顔出しはしてないですけど、師匠より髪の毛はあります。それだけお伝えしておきます。ドラ、ローピン、デキメンツなし。あ、678、いいね。どうする？次どうする？ちょっと考えながら。ここで、ま、考えた方がいいよね。積もる前にね。ソーズで2メンツ。5,6,6,7,8。もうパーバン9万も切っていくか。ちょっとドラー。あ、チー、ああ、パーマン9万切ってったらチーマンだ。最悪だ。こういう時は上がれないかもな。ああ、ウーマンラッシュアワー残しとこうか。ヤンマンラッシュアワーも。ああ、リーチ来た。怖いよー。3ピン。もう降りた方がいいのか？ローピン。あ、なんかこう、大丈夫か。3ピン。ああ、チーして。ああ、うっそ。あ、ロンだって、マジか。ウーパーソ、うわ、高い。これは、ナンバーまで守りきれなかったね、3万点を。くー。また2万5、6000点に戻された。笑われてる。強いな。さあ、そして折り返し。で、ここが師匠の、親だよね。あ、デキメンツ2つ。しかもドラあり。ウーマン切っちゃおうかな。これで、あとソーズ。ハツが出たらポンだね。師匠の親を蹴る。早いな。師匠、早いな。お、来た。ローソー待ち。ローソー短期待ち。あ、これでサブローマン待ち。ドラ切って。
ドラ切らない方がよかったな、今。スーチーマン待ちにした方がよかったか。でももう、3万切ってるからね。あ、師匠、くそー、抑えたかったなー。あ、リーズものみで連チャンされた。完全に師匠ペース。よくないよ。でもなんか、ここぞという時で100万狙ってきそう、で、出しそうだよね。最後まで気が抜けないんだろうな。いやー、師匠の親で上がられた。まあでも、傷は軽傷ですよ。はい、ピンズとソーズで一メンツ。多メンツありますよ。おお、いいね。形が良くなった。悪くないよ。ソーズで二メンツ。あ、いいね。8、9切っていこうか。おお、来た。これでもうピンズで二メンツ。あー、もう揃った。もう、テンパイ、なんか短期待ちになるね、いつも。22、あ、これで、リャング、パーピン待ち ?22 で、そうだよね。34567だから。リャングパーピン待ち。俺は上がりたいな。捨て牌が派手だね、私のね。リャングパーピン。よっしゃー、これは上がるべくして上がったぞ。リーズも地味ですいません。でも捨て牌は派手でした。よし、3万点目指して25,500。よし、師匠の親を潰しました。あとはお楽しみの私の親が残ってるだけで、デキメンツなし。346か、うーん、いらん。これ、ジャントを3ピンで固定しようか。もうなんか固定しないともう時間がないからね。結構厳しい。7、8か。3ピン固定で、あー、来ちゃうんだよね。あ、いいね。これで、リャンマンとイーマン切っていくか。おー、リーチ来たか。でも、そんなリーチを考えてる暇もないからね。3万、4万、ちょっと。あ、ツモかー。くー。リーズモ。なんか、安い手の、欧州でこれ、ラスボス戦とは思えない地味さですね。ただ地味に22,000点。でも親残ってるからね、私は。はっはっって言ってる。さあ、ここだ、ラス親。ここで上がりたい、連チャンしたい。はい、まずはソーズで一メンツ。ドラは3万もある。ランをジャントーで残しとくか。うん、ローピンとチーピンもう1枚ずつでいいや。おう、オッケー。6767、両面でね。オッケー、3増切って、これでソーズで2メンツ。あー、なん。あ、これでチーマン切って。あとは、ウーパッソーとイースーマン。あ、これでもうリーチだ。ウーパッソー。お、そっちもリーチかい。よっしゃー。裏ドラも乗って、リーズもなん、ドライチ。親で上がりました。これはでかい。さあ、師匠一番弱いんじゃないの今まで5人、絶対必ず1回負けてたもんね。師匠にだけ。いや、これもファミリーマージャンでね。あなたの部下たちというかね。鬼たちに。戦ってきた修行の成果ですよ。デキメンツはないですがね、勝ちますよ。まあ、鬼滅の刃だったら、鬼舞辻無惨だけどね、この人。一番弱い可能性あるよ。どうしよう、一品にしようか。いや、一メンツもできてない、何これ。
チートイツかな。あーどうしよう、チートイツなのか。あちょっと待ってね、これあ流し漫画になってるけどあリーチ、あチートイツだなこりゃ。お来た、リーチチーピン待ちチートイツ、リーチまで持ってきたよチーピン。あーただでもレンちゃんは、うわーチーイツだ、すげー、なんとか耐えた。たまにこういうの来るのね。さあ、デキメンツはソーズで一メンツ、ドラチーピン持ってます、いいピンかな。おー繋がったね、1,2,3,4,5。あーナンが重なって、サブロッソソーズで二メンツ、あとはスーチーピンとローキューマンか、サブロッソとね。お来た、リーチ来たね。いやもうタッチ向かっていきますよ。あー嘘は現物だよね。あ来た、サブロッソ待ち、正面衝突勝負だ。あかん、三蔵ドラになった、サブロッソ待ち来い、裏ドラももらっちゃえ。いやーやられたー、怖いー。あ裏ドラも乗っちゃったよー、8600きたかー。あこれでもマイナスだ、くーやられたー。22,000、甘くないねー、なんてこったー。マンガンきっちり決められて難4曲か。逆にマンガン上がらないといけないな。デキメンツはなし、ドラローマン。くわ、厳しくなったねー。やっぱり師匠は腐っても師匠ですか。よし、来た。まず一つ。これはタンヤオも行きたいね。モーリーチ？ひどい。いやもうタンヤを作るよこりゃ。発想はもう、あこれで34567、違うな、334567か。考える時間がないからね。わかんねえ、ヤングーパーが来たらいいのか。おおドラ来たね、3456、ヤングーパーと、おお来たね、どうすりゃいいのこれ。ああこれだね、もう3万待ちでリーチだな、タンヤを3万。リーボー1個減っただけか、チックショー。でも相手もリーチしてるから、うん、リーボー2本そこに、私のリーボーを置いただけだからね仮に置いただけだから。はい、デキメンツ1メンツ、ドラはシャーか。ただなんか点数が高くならなそうだねこれ。あもうリーチ、あ、789の3式狙ったらよかったかな。あ、こりゃきついな。ドラもないしな。ゴールが見えないね、これ。まいった。どうすりゃいいかわかんねえ。あ、また急速切っちゃったよ。難しいね。これ、流局が一番いいかな。
あー上がられた。ふー乾杯だ。やっぱり師匠地味に強かった。鎮逸も一回狙ってたしね。なんかこうスピード感があるよね。まあ、時間制限が一番手強いかな。はっはっはってあなたのせいじゃないよね、ルールだよね。くっそー、マイナス10、もう少しよって。いや言い方がもうなんか女子の言い方じゃないか。いやー師匠の性格わからないね。臨機応変なのかもしれないしね。次回リベンジ果たしたいと思います。最終回延長です。それではまた、さよなら。